はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。もう何年前でしょうね、5年ぐらい前にイギリスのオックスフォードやったかな、大学がですね、こう AI によって消える職業一覧みたいなのを出してえらい話題になってましたけどね。あの中に弁護士とか入ってたんでびっくりしましたけどねでもまあ法律をね、どう解釈してどう裁くかってどう見立てるかというのは、まあある程度 AI でも可能なような気もしますけどね。コピーライターも入ってましたね。まあ AI がコピー考えてくれんの、まあ、でも考えられないことはないですね。言葉って有限ですからね。有限な言葉の中から適当なものを探すっていうのは、それは確かにコンピューターでもできる仕事やなというのがありますね。だから何でしょうね、作家小説まで AI で書くと言いましたけど、それは無理ちゃうのとは思いますけどね。今や AI の方が将棋とか囲碁強いでしょ、人間よりも。でも棋士という職業はなくなっていないわけでして、藤井君頑張れみたいな、そういうのがありますね。うん、いやだから残る職業は残るし、別に AI にかなわなくてもですね、なんて言いますかね、人間臭さというのを人間好きなんちゃうんかなというような気もしますけどね。裁判まで AI のと嫌なやつ、誰がやっても分かるやんみたいなまたやる意味ないやんって、シミュレーションだけで分かるやんみたいな、そういう感じでございますね。何ヶ月か前にですね、MX、東京 MX という放送局あるんですけど、東京にね、東京都が作ってるのかな、よう知らんけど、そこの番組呼ばれた時に、古谷恒平さんという方がいらっしゃって、これ髪の毛ギャーって気になった方ですけど、あの方とよく一緒に出るんですけど、その番組に。で、いろんな話をしてまして、いろんな話が、その番組自体で、オフィスが、会社がオフィスを減らしてるねっていうのを話題になってまして、それは減らしますよ、これからは、って。だってテレワークがね、普及してね、それでもいけるやんと思ったら、会社は高い金払って広いオフィス借りる必要ないんやから、これから減りますよという話をしてたら、古谷さんが、いやいや、そんなんってで、何を言うのかと思ったらですね、僕は一緒に一回でいいから、社内恋愛ってしてみたいんやって言われて、私は一回もしたことがないって言って、ご経歴を見ると一回もそういうの乗ったことないわけですね。だから何やったかな、ショムニーとかの篠原涼子がコツコツとヒールで歩く、廊下を歩くシーンがええやんとかって叫んで受けを取ってましたけどねあの方ね、ちょうどね、僕より20歳年下なんで、ね、38歳と思うんですけどね、お兄ちゃんもうそれは無理やでと思いましたけどねこう社内恋愛の象徴的な存在は OL さんですね。どこの会社にもいらっしゃると思うんですけど、オフィスレディの略ですか、あれは和製英語だと思いますけどね、オフィスレディっていうのは。こう制服を着てですね、社内、会社の中にいてですね、主にその、まあ、どっちかっていうと、一般職 OL を想定してると思うんですけど、正面とか。僕見てませんよ、全然。全然見てませんよ。一般職 OL というのは、正社員の補助的な仕事をするわけですね。この資料まとめといてとか、これちょっとここだけ調べといてとかいうときに、わわってやってくれるようなイメージですけどね。で、私も短いそのサラリーマン時代にそういうそれ的な OL さん、もう職場にいましたね。まあ職場の花みたいなもんでして、昭和時代は職場の花とか言われてましたね、女子社員は。で、平成のね、半ばぐらいまでですかね、その、各会社、ちょっと大きな会社になるとですね、受付を置いて、受付所を置いてる会社がありましたね。数百人ぐらいの規模になりますと、受付嬢がいたような気がします。大体、そういう会社の受付嬢っていうのは派遣社員だったんですね。派遣社員で来ますからですね、大体こう、パッと見こう、あ、綺麗な人やなというような方を選んで、受付によこすわけでして、男どもはですね、おお、今度の受付嬢綺麗やんとか言って、ね、チャラチャラしに行くわけですね。で、そんなんでですね、そこで嫁はんを見つけたという人はかなり多いもんでございますけども、どうでしょうね、受付嬢という仕事自体はですね、そんなにその、どう言いますかね、高い能力はいらないわけですね。なんとかですって言って、どこどこのなんとかさんに尋ねてきましたっていう人をですね、裁けばいいだけの話だって。まあ普通の知能があればできるわけであって、大きな会社っていうのは、入社するときに割合関門を設けていますね。
つまりどこどこレベル以上の大学を出なあかんとか、まあ、それ表だって言いませんよ、表だって言わないけど社会的にはそういうふうに思ってるわけであって、でまあコネはしゃあないなとか、でまあコネで入れてる会社もあれば入れない会社もありますね、広告代理店なんてコネがいっぱいありますけども、あれですね、安倍さんの奥さんのよし、安倍出てけへんやん安倍昭恵さん、昭恵さんもですね、 あれ森永一族ですね、からだから電通にお勤めになってましたね、なんか短期大学を出になってると思うんですけど、まあそういう社員さんがいらっしゃったりもするんですけども、だいたい受付、社員を受付に回すというのもやってた会社もありますけども、だいたいは面倒くさいから派遣社員ですね、ほんで時々変わった方がいいでしょ、受付所ってなんでまあ若い男ども、あるおっさんもですね、受付嬢と話すのを楽しみにしているような人が多かったような気がしますけど、これが大体消えました。今、受付嬢を置いてる会社ってないことはないにしろ、ものすごい少ないんちゃいますかね。テレビ局、大きな地上波のテレビ局とかありますけどね、MX はないような気がしますけど、なかったよな。僕いつも裏口から入るんですけど。テレビ局は、テレ朝とかは立派な受付がありますね。日経新聞も立派な受付がありますけど、まあ多分派遣社員が来てるんでしょうね。あれもそのうち多分ほぼなくなると思います。あるいはロボットになるんでしょうね、きっとね。もう普通の会社だったらもう受付に電話が置いてあるってだけだとですね。だから絶滅、ほぼ絶滅した職業でございまして、で一般職の OL さんもですね、まあその補助的な仕事って今ほとんどですねないんちゃいますか。PC があれや、 PC を使いこなせれば、昔の私が知ってるような平成初期の頃のですね、OL さんがやってたような仕事ってほぼできてしまうわけなんですね一人で完結できるわけで、まあ、わざわざ人に任す方がめんどくさいみたいな、説明するのがめんどくさいみたいなことになります。だから一般職を終えるという存在もですね、あれはもう平成の遺物というふうになる日が近いんではないかなと思いますね。そうすると女性たち、これから社会に出る女性たちは大変ですね。何らかのスキルを求められる、あるいは入社してから身につけなあかんということですね、スキルをですね。電通には高橋まつりさんという方がいらっしゃってですね、そのスキルをつける段階でですね、こう壊れてしまいましたけども、まあそういう厳しい、いわゆる男と変わらないで、スキルトレーニングをこう強いられるわけでございまして、いや厳しいといえば厳しいんですけど、まあまあ当たり前っちゃ当たり前で、職場の花みたいな OL さんはもうそのうちいなくなって、庶務になんていうのは、あれも平成時代だからこそあったドラマになるんちゃうんかなという気はいたしますね。まあもちろんその補助的な女子社員という存在はですね、完全に絶滅はしないと思うんですよ。完全に絶滅しないと思いますけども、その新卒でわざわざ取ってそれを置いておくというような習慣はなくなるんちゃうかなと。必要であれば臨時募集をかけるとか、派遣会社に要請するとか、そういうことになるんでしょうね。だから正社員で新卒で取るなんていうことがならない時代にもすでになりつつあるんではないんでしょうか。受付嬢ですね、僕なんかこう中規模の数百人規模の広告代理店によく出入りしてましたけども、受付でチャラチャラした男ようさんいましたね大体ね、モテないやつが仕事できないやつが多いんですね。で、仕事できるやつでもですね、まあ、どっちかというと、お前、まあ、チャラすぎるんちゃうのみたいな、こういうやつが多かったですね。で、だいぶその受付嬢と結婚した社員さんたち、男どもと言うべきでしょうかね、言いましたけどね、どないなさってるのか。大体、言うちゃ悪いですけど、見栄えがええだけなんですよね受付さんっていうのはほとんどの会社の場合、だからそのどうでしょうね、できる男性社員にとっては確かに綺麗な人をお嫁さんにするわけですから、まあそれはいいんでしょうけども、その後のバランスがどうかなという気はいたしますけどね。まあ見てませんけど、その後ははい、私の時代はもう昭和でして、昭和終わった時に、昭和終わって1年、平成は1年、平成元年だけ私サラリーマンやってました。
だから平成のほとんどはですね、そう、あれですね、自分の会社をやってまして、もちろん自分の会社で OL さんなんか雇いませんよ、ね。全員が専門職ですよ。それが当たり前やんという世界で、別にだから女子だからお茶を入れなあかんとかね、補助的なことをやらなあかんとか、一人一人が戦力、3人、4人、5人、6人の会社でもそうならなければ意味がないわけですね。はい、ということで眺めていてね、人様の会社を眺めていて若干寂しいんですけども、もう受付嬢も OL さんもですね、一般職 OL さんももういなくなるんだろう、いなくなってるんやろなと思いながら、ちらっと考えてみて喋ってみました。はい、皆さんどうもありがとうございます。